株式会社、新興環境ソリューションは、日本の大手環境プラントメーカー企業。神戸成功グループに属し、グループ内の環境事業を担っている。上下水道における水処理装置の製造、販売をはじめとして、ガス化用ユーロなどのゴミ焼却プラントなども手がけている。国外では、ベトナムやインドにも海外進出している。 1954年神戸成功者と米国ファウドラー社との合弁、新興ファウドラー株式会社が前進。新興パンテック株式会社はグラスライニング機器の生産で世界トップの技術を持ち、水処理を主軸に排気ガスやポリエンカビフェニール、ダイオキシン、産業廃棄物などの処理事業へ拡大。2003年、新興の都市、環境事業部門を統合し、 新興環境ソリューションとなった。新興の副社長から新興パンテック代表取締役社長に就任し、今回の統合を手掛けた平田康明新興環境ソリューション初代社長は、業界に先駆けた再編戦略の一環として、水処理ビジネス、特に外国向けの海水淡水化や土壌浄化事業も推進。その売上目標を5年後に連結売上高1000億円。 経常利益80億円と大きく掲げた。この目標を振興の事情による統合と批評した業界だったが、その2年後、鉄鋼や重工、造船など、大手14社が全て環境事業の再編に乗り出し、戦略の先見の民が証明された。2006年には、廃棄塩カビニール寿司を再現量化する工場を千葉県富津市に開設した。 特殊な有機化合物溶剤を使い、塩ビだけを溶かすことで、初期原料のバージン剤と同等レベルの高品質な純度ほぼ100%の塩ビを回収、再生できる日本初の工場として注目を集める。また、2014年9月8日、バイオ燃料として有望子とされる単細胞生物緑虫を量産する新技術を確立したと発表。外部から有機物を与える。 従属栄養培養方式で、光合成培養と比べ、生産量が数百倍になり、強い日光がなくても、どんな場所でも、量産可能といい、まず食料品向けに供給。2020年以降、ジェット燃料などのバイオ燃料としても販売する、計画といい、環境事業以外でも技術力に定評がある。2013年、ベトナムのホーチミン市に、 隣接のロンアン省で水インフラ事業に参入。ロンアン省給水公社や神戸市、神戸住まい町づくり公社、神戸市水道サービス公社と特別目的会社を設立したが、官民の連携で施設建設を含めた水インフラ事業の展開は、日本の地方自治体として初の試みとなっている。なお、新興環境ソリューションの筆頭株主で、 新興グループの中核企業、神戸製鋼所は第一関銀グループと三和グループに属し参勤会、サミ会、緑会に加盟しているが、新興環境ソリューションは三和系企業で構成されている緑会のみに加盟している。ありがとうございます。